東京都は今月、伝統的な踊りなどを登録する指定無形民族文化財として、室町時代に始まったとされる、足立区のとある行事を指定しました。550年もの間受け継がれてきたその伝統を取材しました。もう一回一番でじゃん。いや、一番は。イチョウの木に高く上げられたのは、藁で編み上げられた大きな蛇。これは2009年1月に足立区で行われた無病息災を願う祭りの様子です。室町時代から続くこの神岩縄祭り。なぜ大きな蛇を編み無病息災を願うのか。時は室町時代、応仁の乱の頃のことです。大乗院の薬師堂が火事で焼け、住み着いていた白蛇がいなくなってから、この地域には疫病と飢饉がはびこりました。そこで人々は、これは白蛇がいなくなったからだと考えて、白蛇の代わりに藁の大蛇を作り祈願することにしたのです。村で暮らす農家が無病息災を祈願するところから始まった祭りの歴史は550年以上。この度その長きにわたる伝統の継承が評価され、東京都の指定無形民族文化財に指定されました。今回保存会の顧問を務める増田久介さんにお話を伺いました。この大蛇というのはね、昔そのまま藁だけで、藁と紙だけで作り上げて、現在もやっぱりビニールも何にも使って作ってなくてね、昔そのままの作りでこう伝統を変えないと、祭りで使われる藁で編まれた蛇は、こだわりとして作り方を変えず今に継承されています。ただ伝統をつなぐ一方で、こんな課題も。今いくつかお伺いしてもいいですか。私は今94歳です。みんなね、大体70代いっぱいぐらいでしょ。やっぱり今の時代に走ってる人はね、いや、あんなのはね、迷信だと、っていう方も中にいます。で、そういううちはまあ、そうですね、参加しなくなってきてますよね。550年続いた祭りも、高齢化と若者離れが進む現状がありました。町では都市化の影響で農家を廃業する家が出てきて、これまで祈願を始めた限られた農家だけで代々受け継いできましたが、それも難しくなりました。祭りでは10年ほど前から祈願を始めた家庭だけではなく、近隣住民やその子どもたちも参加できるようにしました。またこれまで農家の休みに合わせて1月7日に開いていたものを、少しでも多くの人が足を運びやすいようにと、開催日を成人の日に変更しました。550年の伝統を変わらず受け継ぎながらも、今の時代に合った形へと変化する神岩縄祭り。増田さんは未来をどう見ているのか。これは名誉あるね、歴史のある行事だなと、痛感してね。それで私はまあ、これは何年も続けていった方がいいんじゃないかと、最初のね、頭をひねってやるでしょ、作り上げた大蛇だから、それを守って現在も作り上げていると。